動画をご覧くださりありがとうございます。夫で俳優の東出昌大が起こした不貞騒動で別居中の女優アンが離婚を決意したと先日スポーツ紙に報じられた。記事によると2月中旬頃アンが外出先から帰宅した時、別居中だった東出が家の中にいたことでアンは驚いて口論になったが、最後は東出がアンに鍵を渡して家を出ることになったとか。それまではテレビ電話で子供たちの声を東出に聞かせていたが、この出来事で夫に不信感が募り、冷静な会話はできないと弁護士を立てたといいます。さらに3月17日の謝罪会見で、アンと不貞相手の女優唐田エリカのどちらが好きかを聞かれた際、アンと答えなかったことがダメ押しになったそうだ。またこの会見ではアンにとって事実とは異なることもあり、唐田と別れたことも信じられなくなったらしい。といえば今回のその報道を見ると、東出が会見で話した内容との矛盾点が浮かび上がる。東出は会見で子供とは会えているかとの問いに、毎晩のようにビデオ電話で子供と会話させてもらっていると話し、弁護士については現段階では入っていないと答えていました。それで芸能マスコミは離婚回避かと推測したんですが、今回伝えられたところによれば、会見の時点でテレビ電話は知ってなかったはずだし、アンはすでに弁護士を立てていたはず。東出は何度も言葉を詰まらせ、慎重に言葉を選びながらも実は堂々と嘘をついていたことになります。離婚の可能性はますます高まったようだ。はい、ということで記事の引用終わります。もうこの会見、伝説的な会見になってしまいそうですね。弁護士が入っていると入っていないとでは世間に与える印象が随分違ってくると思います。弁護士が入っているとアンさん側に離婚の意思があることが分かってしまいますしね。そういうことを自分の口から言うのに気が引けたのかもしれませんが、ほとんど明言を避けていて、あまりですね、記者の質問には答えていませんでしたから、一層謝罪だけしてさっと切り上げるのがベターだったかもしれません。東出さんが望む関係修復への道は厳しくなるばかりのような感じがしますが、これはもう自業自得としか言いようがありません。今後の展開に注目していきたいと思います。はい、今回の話題は以上になります。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせください。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。登録後に現れるベルマークをクリックして全てを選択するとベルが鳴っている状態になり、新着動画のお知らせが届くようになります。令和芸能チャンネルを気に入っていただけましたら、登録と合わせてぜひベルのクリックもよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。